はいどうも、ご安全に。性感用接触人カジチャンネルのカジです。今回はフラックス入りのワイヤーで半自動溶接の裏発り動画を紹介します。合わせて裏波溶接と裏発り溶接の使い分け方や私なりの貝先の取り方などをなるべく分かりやすく解説します。すでにアップされているティグ溶接の裏発り動画は視聴していただいたでしょうか。その時のコメントで裏波の動画などはよく見るけど裏発りは珍しいってコメントをもらいました。まあそうかもしれませんね。動画にしにくいし派手ではないように思います。しかし実際私が性感で経験した感じでは裏波溶接より裏発りでの溶接の方が多いです。裏発りとはどういうことなのか、裏発りをしたことがない方や裏発りを誤解している方もいらっしゃると思うので、この動画を視聴して明日からの仕事に役立ててください。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、それでは早速いってみよう。はい、今回は半自動溶接の裏発りについて解説していきます。合わせて裏波溶接と裏発り溶接の使い分け方なども解説します。実際の作業ではティグ溶接の裏発りより半自動溶接の裏発りの方が多いのではないでしょうか。ティグ溶接の裏発りより半自動溶接の裏発りの方が掘る深さなど分かりやすいです。動画ではそのあたりに注目して視聴してもらえればと思います。では裏発りの概要を解説します。裏発りとは貝先底部の溶け込み不良の部分や血管の発生しやすい一層目部分などを裏面から発り取ることを言います。溶接部の裏面からグラインダーやエアガウジング等により U 型の溝を作り溶接血管を除去した後に溶接します。基本的には完全溶着を目指した溶接方法です。ではティグ溶接の裏波溶接と裏発り溶接を比較してみます。ちなみにですが裏波溶接はティグ溶接以外にも棒溶接や半自動溶接などでも裏波溶接はできるのですが、今回の裏波溶接とはティグ溶接の裏波溶接として比較します。裏波溶接も裏発り溶接も完全溶着できるという意味ではどちらも同じですが、裏波溶接だと組み立ての時にルートと呼ばれる隙間を空けてピース等を使い組み立てなければなりませんが、裏発りでの施工だとルートと呼ばれる隙間は必要ありません。裏波溶接だと片側からのみの溶接方法ですが、裏発りでは裏表両面溶接することになります。使い分け方としては裏波溶接は片側からしか溶接のアプローチができない場合にも完全溶着を目指せますが、薄板などの特殊な場合を除いてルートを開ける必要が出てきます。その分組み立てで少し手間がかかってしまいますし、ステンレスなど非鉄金属の場合はバックシールをする必要が出てきます。特にこのバックシールをする必要がある場合などはかなり手間が増えると思います。貝先は外貝先になることが多いです。一方裏発りでの溶接ではまず裏表ともに溶接のアプローチができる必要があります。トーチはもちろんですがグラインダーなどが溶接箇所に当てれないとなると裏発りは不可能ですよね。ルートは必要ありません。基本的に内貝先の場合が多いです。外側を何らかの形で削り取ります。これは
内側より外側の方が裏発りしやすいからという理由だと私は認識しています。内側を裏発りすると火の粉をかぶったりしますし、狭い場所での作業になると作業性が悪いですよね。特にガウジングで裏発りするならなおさらです。メリットとしてはルートなどはいらないので組み立てが楽にできます。デメリットとしては裏発りを確実にしないと血管が残ってしまいますので、 PT をして確実に未溶着部分を削り落とす必要があります。また T クロスなどの裏発りをすることが困難な場所が出てくる場合などは組み立ての段取りを考える必要があります。例として鏡板と同板とのつなぎなどは T クロスができるので、組み立てる前に同板の端部だけでも溶接して裏発りまでしておかなければグラインダーで鏡板まで削らないとならなくなるため注意が必要です。これらのことなどを考慮して裏波溶接と裏発りでの溶接を使い分けましょう。では裏発りの解先について考えます。私の経験上の話ですが、解先形状は12ミリの板くらいまでだと V 解先、それ以上だとこの図のような変則 X 解先がいいと思っています。ここは人それぞれだと思いますが、私のやり方を一例として紹介します。後ほど動画を見てもらいますが、動画では4ミリくらいの裏発りで未溶着部分は除去できています。しかし実際は今回の動画のように短い距離ではありませんし、溶接のつなぎもあるので、私の経験上裏発りはこのような9ミリの板1ミリ残し60度 V 解先の場合、ほぼ半分の深さ5ミリくらいまでは裏発りをしないと完全に血管は取り切れないと思っています。これを踏まえて裏発りする解先形状を考えた時、目安ですが12ミリくらいまでは1ミリ残しの V 解先でいいと思いますが、12ミリ以上では V 解先にするのではなく図のような変則 X 解先にして、表を溶接した後5ミリの裏発りを考慮して約板厚の半分から3分の1くらいは裏発りができるよう変則 X 解先にした方がいいように感じます。これは溶接後の歪みを考えた時に、厚い板を V 解先だと先に溶接する解先に比べて裏発りをした外側の解先が小さくなるため、この図のように尖りやすくなります。筒の長手溶接などの場合も同様です。このような場合の対処法として、例えば筒の場合、溶接し尖りすぎてしまった場合は裏発りをした時点である程度の溶接歪みを直しておくといいと思います。この場合熱を加えて歪みを取るのではありません。ジャッキで力を加えておくとか、ジグを入れて溶接するなどで対処しましょう。溶接はかなりの熱が加わりますので、ガスなどで焼くよりも効果があるはずです。そのあたりの判断を裏発りをした時点で決めましょう。さて動画を見てみましょう。今回は SS9mm の板に 1mm 残し60度解先で突き合わせの裏発り溶接です。両端を仮付けしてフラックス入り半自動溶接をしていきます。今回の半自動の電流は250から260アンペアで溶接しています。きちんと裏発りができていないと UT や RT などの検査では未溶着部分が残り不合格となります。検査がない場合でも製作する品物によるとは思いますが、きちんと裏発りをして健全な製品を出荷することをお勧めします。他社の製作した製品の話ですが、タンクの割れを補修する仕事を依頼され、現地に行って割れた部分を掘ってみると、未溶着部分が見つかり、Z
全集直すかどうかの判断を迫られ、困った経験が何度もあります。表面を溶接し終わったら、いよいよ裏はつりです。グラインダーで裏はつりする場合、薄刃でガイドを作ってから広げつつ掘り進めるとやりやすいと思います。マグ溶接や棒溶接などノロの出る溶接の場合、ある程度掘り進めるとノロが見えます。未溶着部分が見やすいので助かりますね。これを除去すればほぼ欠陥はなくなったと言えると思います。図面に従い製作するのはもちろん、完全溶着させるのかどうかは製品にもよるのですが、溶接欠陥はないことに越したことはありません。そこまでしなくてもいい製品もたくさんあります。手間をかければいいものはできますが、お金もかかることも事実です。製品に応じて臨機応変に対応できるよう経験を積むしかないように思います。つなぎなど極端に深くなる可能性があります。そんな場合はある程度均等な深さになるよう、仕上げの溶接をする前にピグなどで肉盛りをして深さを均等にしておきましょう。では PT をして確認してみます。OK ですね。ちなみに今回の裏はつりの深さはだいたい 3.2 ミリで、深いところが 3.8 ミリくらいでした。実際は溶接のしやすさやつなぎなどもあるので、深さは4から5ミリくらいになると思います。現像液を拭き取って溶接していきます。表を溶接した時点で歪みが出ていますね。理想はこの歪みを裏の溶接でフラットにできれば最高です。完成です。裏はつりの深さが少し浅かったためか、歪みが戻りきってないですね。釣りは慣れると分かりやすく完全溶着できる方法だと思います。特に圧力がかかる場合などの製品には欠かせないスキルです。正しく裏はつり溶接をして UT や RT などの検査があっても問題がないようになれば完璧ですよね。そのためにはやはり経験が大事になってきます。いろいろなことにチャレンジしてみてください。
はい、質問等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、ご安全に。